英語のヒアリングとか勉強になります。皆さんこんにちは。いつもご視聴くださりありがとうございます。スティームデックライターのオキです。今日は文字通り映画とゲームを一緒に楽しむ、つまり完全実写のゲームをご紹介します。私ライブラリーにね何本かあって、まだプレイしてないものもあるんですね。俳優さんが演じてるんですけど、まだやってなくて、今日は私プレイ済みで全部いずれも完結というか、まあ最後まで解いたゲームを紹介したいと思います。こういったゲームの特徴としまして、プレイ時間がね、これ 2.3 時間ってある。映画のような感じなので、どのゲームも基本的に短いです。まあ大方3時間4時間あれば全部終わる感じになります。ちょっと立ち上げてみます。レイトシフト、おそばんっていう感じですよね。これまあ大学生のバイト中にすごい事件に巻き込まれるっていう話なんですけど、このゲームね、もう字幕も完璧で、下に英語の文章も出ますね。なかなかよくできてます。マルチエンディングになってて、何通りかエンディングがあるんですね。バッドエンディングと、まあ、グッドエンディングあるんですけど、それがまあ選択肢によって未来が変わるっていうことですね。英語のヒアリングとか勉強になります。これインタラクティブなゲームっていうんですけど、インタラクティブ、双方向っていう意味で、映画はまあ、言えば見るだけじゃないですか。ところがこのゲームの場合は、見ながら選択肢もこちらが入れていくので、映画よりも没入感はあります。映画好きな方はまあ楽しいと思いますね。こういったスタイルのゲームは基本的にゲームジャンルで言うとアドベンチャーゲームと全く同じです。コマンド、選択肢が出てくるので、選んでいくっていう感じですね。ミュージックもね、すごくいいですね、このゲームは。激しい描写もなく、淡々と進むというか、スリルもありました。ということで、ネタバレは避けたいので、この辺りで次のゲームいきます。続いて、ザ・コンプレックス。とあるウイルスの研究所で起こった事件を題材に扱ってます。プレイ時間が97分ということで、ほぼまあ100分ぐらいで私解いてますね。そんなに難しくないんですね、やっぱり。基本的に選んでいくだけなんで。私ね、いいエンディングを出したと思ってるんですよ。これもね、8通りのエンディングがあって、バッドエンディングからグッドエンディングまで。このゲーム、実はちょっとね、グロいところが突然出てくるんですよ。だからね、私はね、ちょっと2周目はもう遠慮しとこうかなと思います。とりあえずまあ、いい感じのエンディングで終われたので、ウイルスを扱った題材のゲームです。字幕はこんな感じでね、ちょっとちっちゃくて見にくいんですけど、まあ、この背景が白に変わるので、まあ見やすい感じ。選択肢はこんな感じです。役者さんがなかなか素敵なんですね。もしかするとどっかの映画で見たことあるかもしれないですけども。で、2周目なのでもう全てのシーン、こんな感じで飛ばしていきます。初めてプレイした時はこの飛ばしができないんで、延々とムービーを見るんですけど、話はね、すごくスケールの大きな話なんですけど、ザ・コンプレックスっていう、いわゆるこの研究施設の中からほとんど動かないで話が進むんですね。なのでちょっと中だるみがあったかなと個人的には思います。スリリングなサスペンスが好きで、グロいのも全然 OK みたいな人は楽しめるんじゃないかなと思います。そしてこのゲーム面白いのが、ここに統計っていう欄がありまして、ここでね、まあ、いろんな性格が表示されて、選択肢によってこのグラフが変わってきます。それによって彼女の未来が変わっていって、ゲームのストーリーに大きく影響を与えるというシステムになってます。なかなかよくできてますね。じゃあまあ、ネタバレするといけないので、このあたりで次のゲームに移ります。3本目は、5 Date。これもね、1時間2分で解いてます。実績としてはね、全部解除してないんですけども、まあ、ストーリー、私あんまり実績こだわらなくて、ストーリー終わったらいいかなっていうタイプなんで、このゲームは、本当にね、単純です。文字通り、この、5人の女性と、マッチングアプリでマッチして、で、彼女たちを、実際のデートに誘うまでの
話をアドベンチャーゲームで進めていくんですね。で、途中でこの彼が親友なんですけど、いろんなアドバイスを、役に立つような立たないようなアドバイスをくれて、なかなかこの楽しいやりとりがあります。で、この、私どの方やったかな、最終的にお一人デートまで誘うことができたんで、まあクリアしたっていう認識なんですけど、まあそれぞれやっぱりタイプが違うんですね。で、このゲーム面白いのは、もうコロナ禍のロックダウン真っ最中の頃に作られたゲームで、もう、要はね、オンラインデートなんですよ。だからそれぞれパソコンの向こう側の女性とずっと話するような、あ、うまいこと作ったなっていう感じのゲームになってます。こんな感じになります。今、自分でウェブカメラをセットしたんですね。で、カメラの前に座って、彼女を待ってます。珍しいタイプのゲームですよね、これ。あ、彼女映りましたね。あ、オンラインマッチングでデートっていうのはこういう感じなのかなっていうね、目の付けどころがいいゲームだと思いますね。で、彼女たちもおとなしい子から、シングルマザーとか、まあ、いろんなタイプの方がいてて、最終的なクリアは、このオンラインの画面から出て、実際のレストランかどっかで食事をするのがゲームクリアやったかな。なんかそんなんですね。で、このゲーム、残念ながらご覧のように、英語音声の英語字幕なんですよ。日本語版がないんですね。ですから、ちょっと日本語ないときついっていう場合はちょっと難しいんですけど、本当等身大の会話を楽しめるので、もう英会話のヒアリングにもってこいですね。口元もすごくよく見えるので。簡単な英語勉強教材としてもいいかなと思います。ああ、若い人ってこんな感じでデート誘うんやなとか、そういう風なところを感心して見てますね。コロナだとかね、多分映画とかで見たことあるんですよね。今人気上昇中の方じゃないでしょうかね。時間があればね、これ続編の10 Days って続編かわかんないですけど、これ5人の女性なんですけど、この女性が今度10人の女性になった続編が出てます。はい。まあ僕も気が向いたらやってみたいなと思ってます。以上ですね。今日ご案内した今の3本は全部同じ会社なんですね。で、Steam でセールになると、僕なんかこのアドベンチャー5本セットみたいなのも結構お買い得で買ったイメージです。ですので、やっぱりこのゲームも、ウィッシュリストに入れてセール狙いがおすすめです。至って真面目な恋愛シミュレーションまたはアドベンチャーゲームになってます。最後はもう一つ変わったゲーム。これはね、違うメーカーのゲームなんですけど、ハーストーリー。いわゆる殺人事件の取り調べをする表情を見ながら事件を解決に導くっていうタイプのゲームです。私買った当時はね、これも日本語になってなくて全部英語版やったんですよ。で、半分ぐらい分かって半分ぐらいよく分からん中で、もうクリッククリックでなんとかクリアしたっていう感じですね。いつの間にかこれもね、日本語化できてて、全部日本語でできるようになってます。操作がね、このマウスとボタンでやります。ちゃんと日本語字幕も出ますね。彼女たちを3人順番に尋問していて、尋問していっているビデオがあるので、このビデオを見ながら推理をしていって、誰が犯人かっていうのを最終的に当てます。ものすごい不思議なゲームですけどね、まあ刑事になったような気持ちでね、じっくり腰を据えて、やれば、謎が解ける。こういう推理が好きな方にはおすすめします。以上、私が以前から提唱してます G ラーニング。ゲームで英語勉強、ヒアリングができるようなゲームをご紹介しました。本当はこのあたりもやってみたいんですけど、今まだね、ファイナルファンタジー全然進んでなくて、動画を作ってない時は、ほぼほぼファイナルファンタジーか、
シンフォニー・オブ・ウォーをやってます。以上、Steam Deck でも快適にプレイできる実写のアドベンチャーゲーム特集でした。皆さんもぜひお好きなゲームありましたら教えてくださいね。コメントお待ちしてます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。